はい、VUJ です。今日はですね、特急スペシャルに乗って、東武日光まで行きます。でそこからね、バスでね、に乗って中禅寺温泉まで行って、今日はね半月山で運用したいと思います。明日ね天気悪くなければ、南大山、ちょっと天気あんまり、良くなさそうであればね他の山か、中心になります。はい、スペシャルね乗りたいと思います。はい、中禅寺温泉の、ね、バス停に着きました。南大山ね綺麗に見えてますね。半月山のね行きのバスがまだあと30分ぐらいあるんでね、ちょっとブラブラしてからねバスに乗ります。半月山ね駐車場着きました。いい天気です。ちょっと雲多くなってきましたけどね。じゃあね準備して出発します。はい、じゃあね半月山に向けて出発します。山頂までは、ね、コースタイムが30分ぐらいです。もうね標高が1600ぐらいあるんでだいぶ涼しいですね。お、展望台が見えてきましたね。こっち行くと山頂でね、山を登るとね半月山の展望台です。山頂はね眺望がないんでもちろん展望台には寄ります。お、ハイカーの方いらっしゃいますね。じゃあいい天気ですね。あ、南大山が綺麗に見えますね。展望台から絶景を堪能したんで、はい、半月山に向かいます。あ、こっちから来ちゃいけなかったな。ロープが向こう側ですね。こちら。ここから山頂までは200m の表記です。三角点ありましたね。はい、半月山の山頂に着きました。やっぱり眺望はないですね。ぐるっと、はい、こんな感じの山頂です。誰もいないですね、やっぱり平日なんでね。はい、ここから準備をしてアマチュア無線のね運用したいと思います。はい、これからアマチュア無線運用します。まずね、いつも通り6メーターからね、やりますね。はい、ちょうどいい岩がありました。
アンテナもね、逆光だな。アンテナもね、一応ね、こんな感じで立ってます。ちょっと傾いてますけどね。はい、これで運用したいと思います。ハロー CQ6 メーター、ハロー CQ6 メーター。こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、JE1VUK ポータブル1、移動地は栃木県日光市、半月山の山頂です。ご入荷ステーションございましたらコールください。こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。JE1VUK ポータブル1、JH は随分降ってました。大変な FB です。前橋から次回にね正式に送ります。前橋です。いつもねありがとうございます。ちょっとアメリカさん。JA1。ご苦労さんです。今日は天気良さそうですね。こちらは青空になってます。5級プラス気味に増えてます。埼玉深谷市。なんか明日は行かれるってことでね、聞いてみたいと思います。了解です。 J1VUJ、ポータブル1、こちらは JA1 です。おはようございます。5959で群馬富岡へ入館します。やってインディア1、こんにちは。東成は5757で入館してます。運用地横浜市青葉区、神奈川県は横浜市青葉区、栃木県というか、日光市の方向はちょっと苦手なんですけどね、はい、大変よくいただいてます。セブンリマ3クポータブル1をお願いします。5757でセブンリマ3クポータブル1、東京多摩市にいただいております。はい、6メーターね、ちょっと途切れたんでね、430のね、SSB もちょっとやってみます。アンテナはね、いつものね、いつもっていうかね、最近使ってるね、サポート金具付きの RH770 で、運用したいと思います。ハロー CQ430、ハロー CQ430、こちらジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、JE1VUJ ポータブル1、移動地は栃木県日光市、半月山の山頂です。標高 1750m 山頂です。ご入荷ステーションございましたらコールください。こちらジュリエットエコー1、ビクター、ユニフォームジュリエット、ポータブル1受信します。ジュリエットシアラーバイ。どうぞ。ありがとうございます。届いてますね。こちら JE1VUJ ポータブル1、はい、移動地は栃木県日光市半月山の山頂です。標高 1753m です。はい、レポート次回お送りしますね。JS1、こちら JE1VUJ ポータブル1です。どうぞ。JE4VUJ ボードルワン、こちらは J さん、こんにちは。動きましたね。完全、真反対なんですけどね。あとちょっとレポートは51になっちゃいますけど、こちらのはどのぐらいに届いてますか？はい、51確認です。こちらからね、5757ね、お送りしますね。届きましたね。結構ね、難しいかなと思ったんですけどね。はい、バリバリに来たんでびっくりしましたね。はい、お昼休みありがとうございました。はい。今日すごいお天気良くてね、中禅寺湖もね、南大山も綺麗に見えてました。明日ね、天気良ければまた南大山ね、登ってやる予定ですけどね。はい、お声掛けありがとうございました。はい、了解しました。ありがとうございました。楽しんできてください。セブンティスリー。はい、ありがとうございました。はい、他マッチステーションいらっしゃいますか？こちらジュリエットエコー1、ビクター、ユニフォーム、ジュリエット、ポータブル1受信します。撤収しました。これからね、下山をしますが、歩いて下山します。今日はねそんなに呼ばれなかったんでね、早く撤収しました。まあ6曲できたんでね、ソータのねポイントはゲットできました。あ、結構急だ。結構急ですね。ちょっとストックを使いたいかな。まあ、ちょっとしばらくはこれでそのままいってみますね。よいしょ。まあ明日はね、天気悪ければね、南大山で、高山っていうね、お手軽な、
山が1時間ぐらいでね登れる山があるんで、そこにしようかなと思ってますけどね。はい、今日の夜の予報次第です。あ、帳簿がいい場所に出ました。いいですね。まだまだいい天気ですね。中禅寺湖天売台ね、駐車場に到着しました。南大山はガスかかってますね。まだまだいい兆候です。はい、行きます。あそこがピークでしょうかね。中継設備がありますね。はい、無事な山頂着きました。標高書いてないですね。まあいいか。はい、これは栃木テレビ他6社テレビの中継ですね。はい、じゃあ行きます。よいしょ、あっつ。気持ちのいい道になりましたね。道路出ました。ちょうど大分とバス停ですね。バスには乗りません。茶の木平 1.3km、 まあまあありますね。なんかね、道路から100メーターぐらい登らされました。結構歩き応えがねある道です。いやー、広々とねしたところに出ました。半月山から 4.1km 歩いてきましたね。ここ茶の木平でしょうかね。ちょっとわかんないですけど、違うかな。やっぱりこうね、茶の木平ですね。自然観察教育林、しばらくなだらかですね。あ、立派な標識になりました。完全に曇っちゃいましたね。こっち側は木段新しいですね。こっち側は整備されてますね。茶の木平から先がねあまり放置されてる感じですね。よいしょ、道路ですね。はい、道路に出ました。はい、ね、バス停付近まで行ってね、なんか食べたいと思います。
多いですけど、なかなかいいですね。京都丸ホテルの部屋です一人でこれだけ広いですね、はい、こうやってね、独占です。